クラウドファンディングを実施しているのは倉敷市の倉敷中央病院です。病院では県西部で活動する救急救命士を対象に、妊婦を救急搬送する際、病院到着前の出産など緊急時に的確な対応ができるよう講習を行っています。クラウドファンディングでは講師の派遣にかかる費用や講習に使用する資機材の購入などに充てるため、今月24日から9月末までの期間中、350万円を目標としています。県内では去年12月にイカサ地域で分娩に対応できる医療機関がなくなるなど、分娩施設の減少と集約化が進んでいて、妊婦を搬送する救急救命士の訓練が課題となっています。今回は当院でコースを開催するための資金をご援助いただきたいということも一つの目的ではあるんですけども、一番はこれが社会問題であるということをぜひ皆さんに知っていただきたいと思ってます。岡山県西部地区だけではなく、岡山県内だけではなく、もうこれ全国の問題です。倉敷中央病院では来年1月、救急救命士を対象にした講習を実施する予定で、その後も年2回をめどに継続的に講習を行っていきたいとしています。